いや、どうもこんばんは。今日はね、名古屋のちょっと中学受験授業ってやつができて、ちょっと話していきたいと思う。俺名古屋出身なんだけど、名古屋人が、の中学受験っていう話はみんなあんま聞いたことないと思う。まあ、例えばね、名古屋で、優秀な人は東海中学校と滝行くんだけど、優秀じゃない人は、だいたいね、南山、名古屋。それ以下はやっぱ愛工大名電とか聖霊晴日が丘に行くんだよね、やっぱり。で、河合だったから言うんだけど、選抜、一番上の偏差値62.5以上は特別選抜っていうクラスがあって、全部で。で、特選の下が選抜 A、偏差値57.5以上。で、その下が選抜 B、偏差値52.5以下、全部で。その以下がハイジャンプっていう、たわけの行くクラスだったんだけど、俺はハイジャンプにおった。なんでか、国語ができんくって、総合でいけんかったね。単科だった。一科目やったら得意やからいけたんだけどね、総合はちょっときつかったね、当時は。で、もう特別選抜と選抜 A にいるやつは、東海確実だったんだけど、その下は船尾にいる人たちは結構ね、苦戦するんだよ。東海落ちて、落ちて、名古屋かなんか行くんだよね、船尾の人たちは。ああ、船尾でも東海受かる人いるんだけどね、賢い人は。で、俺らハイジャンプに行ったやつのは、だいたい、南山、東海受かるやつはたまにおって、南山受かったり、名古屋受かったりするんだけど、で、それも全部落ちて、落ちると、晴日が丘とかもう中学受験するメリットがない高校に、学校に行っちゃうっていうね。まあそういう感じの話だね。まあそんな感じですわ。